はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理関東地方2をお送りします。で、前回からね、関東地方が始まって、前回は都道府県がなかったので、ここからスタートとなります。で、今回は2つ都道府県を取り上げて、穴埋めは全部で7問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まぁ、今回また関東地方なんですが、スタートを A の都道府県から行きます。はい、で、まずね、この書いてあるね、ここ A の都道府県、ここです。この横にちょっと細長いあれが東京です。で、東京は間違っても県にしないように、東京都でございます。いいね、まあ、そこからスタートする。で、まあ、東京都ね、首都です。東京ね、首都東京です。で、首都であると、この首都ってね、言葉もぜひちょっと覚えておいてください。で、首都である東京には、例えば国会議事堂とか最高裁判所なんかの、もう日本を動かすほにゃらら機能が集中してます。もうたくさんある、いろいろ。で、こういうの何機能かっていうと、こういうの中枢機能って言います。この大事なところね、中枢機能。こういうのは集中してると、東京には。で、またですね、東京を中心とするほにゃらら県です。また出てきました、県がね。で、日本には三大都市圏といって、大都市圏が3つあるんです。で、今まで出てきたのは大阪大都市圏、そして名古屋大都市圏。で、今回はもちろんね、東京って言ってるので、東京、大都市圏と言います。下に出てくるんだけど、こういうね、大きな都市、まあ、埼玉の方にもありますけど、そういったとこを含めて東京大都市圏っていう。で、この地域では大何次産業、1次2次3次ありましたけど、これは第3次産業です。もうとにかくこれの比率が高い。ここはつまり物の生産に直接関わらないやつね。教育とか、まあ、サービス業とか、そういうやつです。いっぱいありますけどね、第3次は。で、それがとにかく発達してると。で、しかし、地価が高い。もう土地の値段がとにかく高い。で、住宅問題、家が足んないとか、あとゴミ問題ね、なんかの都市問題もたくさん抱えています。人がね、集中してるからってのもありますけど。で、また、東京湾。これ東京湾ってここです。こっちね。ここ。赤い人。そこ東京湾なんだけど、そこの臨海部、まあ、海にね、近いところには、ほにゃらら工業地帯が広がっていると。で、これはね、以前工業地帯をやった時に、名前出しましたけど、これ必ずね、覚えましょう。東京の京、そして下にある横浜の浜、くっつけて京浜工業地帯と言います。で、もうせ後で出てくるんで言っちゃいますけど、なんで横浜の浜と東京の京を使ってるかっていうと、まあ、東京も含めるし、横浜のこういうところにも入るんです、この辺。いい、臨海部ってこの辺ね。いや、東京湾にくっついてるようなところ。で、その辺を京浜工業地帯と言います。いいかな。では下ね、 B 行きましょう。で、東京都がそこにある、その下ですね、南にくっついてる都道府県が、ちょっと待ってね、神奈川県です。いいね、神奈川県。で、神奈川県はですね、3つのほにゃらら都市があります。これ横浜市、川崎市、相模原市って言います、これで。で、これ前にも出てきました。これ何都市かっていうと、ちょっと待ってね。よいしょ。政令指定都市です。ね、政府が指定した、この50万人以上いる、すごい大きな都市ね。それが3つもある、神奈川県は。で、横浜市、川崎市、相模原市です。で、それがあると。で、あとはですね、工業の原料の輸入に適した臨海部、ね、海に近ければそうやって船とかで、ね、輸入することができるので、その適した臨海部なんかには火力発電所とか大きな工場ね、大工場などが立ち並んでいます。で、さっきも言ったように京浜工業地帯が入っているので、もろに工業も盛んだというのを覚えておいてください。いいかな。では、今回は社会の地理
関東地方丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、引き続きね、関東地方の都道府県取り上げていきますので、もしよかったらね、次の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。